んにちは、ジュールのミノです。8月27日、本日のフロンティア TV を始めます。今日はすっぴんも話題になっている剛力彩芽さんなどの誕生日ですね。今日誕生日という方はおめでとうございます。剛力という名字は全国に12世帯しかないみたいですね。非常に珍しいですよね。さて、本日は新着券2件、また生活するのにですね、注意したい事項や災害への備えなどをまとめました入居のしおりのページを作ったんですね。そちらの方もご紹介させていただきます。はい、ホームページ新着賃貸物件はですね、はい、こちらは富士吉田市上吉田 2DK 4万円、なんと4万円、駐車場、教育費、水道料まで込みの 2DK が4万円なんですね。非常に安いですね。でもう一軒が戸建ての1DK 富士吉田市新社4万5千円、ともにですね今月末退去、来月入居可能なお部屋になっています。でですね、こちらの賃貸ページの方の横にコンテンツちょっとまとめておりましてですね、現在だったらここにありますね。賃貸住居で生活する際の注意事項、災害のまとめ、災害の備えなどをまとめましたということでですね、はい、こちら、気になったところを押せば、例えばゴミ出しについてとかですね、バッバッ出てくる感じですね。はい。で、まあ、こういったテレビの映りが悪くなったらとかですね、また地震への備え、雷への備え、また、賃貸借契約、解約についてなどもですね、まとめてありますので、気になったところだけですね、開いてみることができますので、スマートフォンでもサクサク探せるんではないでしょうか。はい、では本日のフロンティア TV を終了します。ご視聴ありがとうございました。